番組レポーターの山ドゥです。今日は東京オートサロンに来ていますということでですね、 YouTube ではおなじみのメンバーのお二人に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて自己紹介しなくて大丈夫ですか？はい、去年からテリーちゃんの車の話、まあ、坂戸店の方でもいろいろ一緒に山中さんとやらせていただいてます、新井と申します。よろしくお願いします。ちょっと丁寧すぎましたね。丁寧でしたね。はい、はい、はい、オートサロン歴4年です。藤木由紀です。よろしくお願いします。女神がやってきました。お願いします。懐かしい、はい、ついに久しぶりのオートサロンだ。花が、花がありがとうございます。そんなになれますかね。もう僕たち男で話してても何も面白くないですか？いや、そんなことはないと思うんですけど、はい、一応ね、一応花として来ました。はい、はい、一応じゃないです、花です。はい、ありがとうございます。しっかり花、はいはいはい、早速行ってみたいと思います。早く行かないと、はい、そう。はい、ということでまずはブリッツさんのブースに皆さんやってきました。ついについに第1回目、はい、1店舗目ですね。1店舗目、はい、大丈夫です。すみません、ちょっとまだ早いんでね、ロレッツが回らないんですけども、はいはい、しっかり回していきたいと思います。はい、というわけで注目の1台を見ていきたいと思います。早速いきますか。ドキドキ。じゃあ行きますか。はい、何があるんでしょう、ブリッツさん。まずすごい結構明るいですね。いや、やっぱりなんかブリッツさんのカラーって結構白ベースなんで、はい、結構爽やかな印象ありますよね。まあもう実はですね、はい、ここにあったんです、注目の1台。あ、本当だ。目の前に。この車、わかりますか、藤木さん。わかりトヨタ、トヨタかもしれない。トヨタかもしれない。GR カー。ちょっとそういう振りが苦手なんですね。すいません、あ、ごめんなさいね。はい、ボケるんで基本突っ込んでもらえればわかりました。これであれですよ、GR カローラですね。はい、GR カローラです。あれ、もう納車されてるんですね。納車コンセプトですかね。どうなんですかね。聞いてみないとわからないんですけど、はいはいはい、カラーリングもこんな素敵になってるんですね。そうですね。結構だからもうブリッツさんのパーツも入ってますし、やっぱブリッツさんといえば、まあ、いろいろ円形さんだったりダンロップさんだったりいろいろあるので、やっぱ同じ、そうですね、はい、メーカーで決めてますよね。車高が落ちてるじゃないですか。もうサスペンション入ってるじゃないですか。指が入るか入らないかのぐらいまで。入れていいですか？あ、はい、ギリ入りました。ギリ入りますね。またツラもね、また綺麗に出してますからね、はい、すごいですよね。はい、これひろきさん、ターバンもついてますよ。本当だ。ここ、まあ、ブリッツさんはまあ一通りチューニングパーツありますからね。インテークもついてますね。インテークボックスもありますし、あとこれすごいっすね。これなんですかね、藤木さん。これなんですか、僕わからないんですけど。チェアですか？あ、チェアではないですよ。あの、ボケする大会じゃないんですよ、今日。2人ボケると、山中がちゃんとしないといけないと、ね、はい、ちゃんと回収してもらわないと、ただ2人ボケで終わるんで、はい、ちゃんと回収してください。忙しくなっちゃう。言ったじゃないですか、モノボケするなって言ったじゃないですか。あ、そうしまったら壊れちゃうかもしれないですから、ね。いや、でも、これ結構丈夫ですよ、ほら。こんだけ丈夫なんで、そんなやすやすとは取れないですよね。なんか、空気抵抗ですか？そうです、そう。空気抵抗もなくして、こう、綺麗に。整流させるんですけど、これがあるだけで車の安定感も変わりますし、まあ、なんといっても格好がいいんですよね。はい、格好がいいです、はい。さあ、他にも何か見ていきますか、せっかくなんで。他にもそうですね、はい、たくさんありますけど、エギゾーストもありますし、まず、まあ、ブリッツさんといえばサスペンションシステムですよ。サスペンションがやっぱり一番特徴的で、まあ、黒ベースに赤基調なんで、まあ、パッと見てシックでかっこいいですし、すごい、キャリパーも作ってるんで、足回りをこう、なんて言うんでしょうね、チューニングアップというかカスタマイズするには、まあ、結構人気なメーカーさんですよね。なるほど、はい、よくお名前は聞くんですけど、はいはい、なかなかこうオートサロンとかじゃないとここまで間近で皆さんも多分見れないと思うんですよね、パーツとか。まあ、そうですよ ね、 そうですね、こうやって綺麗に展示してないとわからないですもんね、うんうん、パッと見た感じだと意外とこう、ね、はい、入っちゃってると見えづらかったりする部分 もよく見えますね、本当に。まあ、あと黒と赤基調なんで結構目立つんですよ、これでも、うん、かなり普通につけてるだけでも締まりますし、色的に結構人気があるあのメーカーさんなんですよね。藤木さん的になんかこれ気になる的なポイントあります？もうすごい迷っちゃう。サスペンションとあっちの方も気になりますけどね、パーツいっぱいあって。つまりもう一瞬で回るにはなかなか時間が足りないですね。そうなんですよね。展示車両も結構あるんですけど、4台かな、4台あります、5台か、すごい。
ちなみになんですけど、あのそこにブリッツの生き字引くこと塩谷さんがいるんで、塩谷さん、塩谷さん、ちょっといいですか、ちょっとあのいろいろなんかブリッツ製品のこう良さを100文字以内で紹介していただけると。無茶ぶりです、無茶ぶりがすごい。はい、はい、総合パーツメーカーブリッツ、広報担当の塩谷です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で今回、5台飾らせていただいているんですけど、フェアリディ Z2 台と GR カローラと、あとクラウンクロスオーバーとアリアで、まあスポーツカーと、あとアリアのような BEV、電気自動車と、あとクラウン、新しい新型のクラウンですね、ちょっとイメージが変わったものと、それぞれ異なったカスタムで展開して、今回展示させていただいているので、まあ、皆さん見ていただければなと思います。いろんなパーツ、サスペンションはじめ、レーダー探知機だったりとかマフラー等々いろいろありますので、見ていただければと思います。ちなみに、はい、クラウンとかも最新車種もすぐラインナップされるんですね。そうですね、もうあれ12月の中頃に入ってきて、すごいですね、ほやほやで、ほやほや開発スピードの速さもなんかブリッツさんすごいですよね、はい、新車種が出たらすぐそのサスペンションとかマフラーとか作るので、はい、それはすごいなと思いながら、なるべくやはり、はい、いろんな、まあ新車どんどん出てくるの で新技術がどんどん投入されてきているので、はい、それに合わせて僕たちもどんどん進化していかないといけないなっていうところもありますので。なるほど。じゃあ、はい、新車種ほど注目して、じゃあ、はい、ブリッツさんを注目して見ていきたいなと、ぜひいうふうに思いますので、見ていただきたいです、はいはい、引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次は、はい、HKS さんに行ってみましょうか。そうですね、ブリッツさんがいて、HKS さんがいて、まあ、もう二大巨頭と言っても過言ではないですからね、うん、ブリッツさん、HKS さん。でもただその、なんていうんでしょう、分野、得意な分野がまたちょっと違ったりするので、うん、すごい面白いんですよね。HKS さんのイメージはどちらかっていうと、エンジンとか、もっとハードにやりたいなっていう、だからエンジンの、エンジンだけで300万、400万するんですよ、コンプリートエンジン。車買いちゃいます。すごいですね。そうですよね。俺300万400万あったら、なんか自分の住んでる群馬の南部だったら安い家買えますからね。はい、中古。そっち買っちゃうんですか。中古家買えますから、ね。そう。いや、新井さんはエンジンだと思うな。いやーでもね、やっぱ住むとこ大事ですからね。いつまでも車の中でこうベッドして寝てるわけにいかないですから。そうかそうか、はい。さっき言ってたので、ね、おっしゃってたので寝てるのかと思ってました。じゃあ、HKさんは、はい、50周年ミュージアム。今回ですね、ここに展示されているということで、すごいですね、50周年ですよ、はい、僕たちが生まれる前の車もどうやらあると。ちょっとじゃあ見ていきましょうか。あ、ちなみになんかエンジンあるんで、あっちから回ってみます。エンジンが早速、これは RB26 って書いてあります。 RB26、はい、すごい、もう名機ですからね、これはもう。これ何キロぐらいするんだろう、何キロぐらいするんだろう、すごい重さで、重さで、重さ大体どれぐらい以上、150キロはないと思いますね。ないですかね。ちなみにこの間は35 GTR のショートブロック、僕 HKS さんから買ってますけども、360万しましたね。 ありがとうございます。でもお客さんはそれでもやっぱりその魅力を感じて、やっぱパワー上げたいとか、うんうん、ハードにチューニングしたい人が多いのもまた HKS さんの特徴で、うん、もうエンジンとかやっぱり強いですよね、昔から強いです。歴史もなんかありますよ。本当だ、50 years history of HKS って書いてありますね。すごいですよね。なんか全然藤木さんわからないことだったら言っていいんですよ。もう俺がベラベラ喋ってるだけになるんで。もう大好きだから言いたいだけじゃないですか。そうそうそう。ここで尺取らないですからね。そう、ほっとくと、ほっとくとずっと喋ってるんですよ。止めてもらわないと。そういうことなんですね。これって何ですかとか、もう基本的に車好きの手で喋っちゃうんで。そうですね。はい、これわかんないんですけどみたいな、どんどん言ってもらってね。そうですね、分かんないことはもうババ僕だけ一人でボケちゃう感じになってね。ボケが飽和すると、そしたら山中さんと、そうですね、もうひろきさんの今独断状になってますから、しっかり回収してもらわないといけないかなっていうことで。そうですよ、はい、私は回収できないんで、まだ慣れてないから、どん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 お願いしますよ。でもまたこっちの1台もすごい、また雰囲気違った感じですね。これなんかまたさらに少し古い、海外ですかね、左ハンドルなんで、70スープラベースのドラッグカーですね。アメリカって感じがしますね、これね。なんかカエルちゃんみたい。当時8秒台で走ったらしいですよ。え ?04 8秒台らしいです。分かんない、04やらないから分かんないですよ。04ってなんですかね。04ね、ドラッグレースって知ってますか。ドラッグレースあんまり見たことないです。あんま見たことないです。止まってる状態から用意ドンをして 400m どれだけ速く走れるかっていう、 400m 走みたいな。あ、そうです、 400m 走です。短距離走です。なるほど。すごいですね、8秒か。すごくないですか、このタイヤ。うわ、見たことないタイヤじゃないですか。ちょっとすごいですよ。
え、なかなか見ないですね、今。この形ってあるんですか、まだ。まあ、ドラッグレースだと、こういう太い、扁平のタイヤが。まあまあ、そうですね。あるんだ。すごいパワーなんで。すごい、かっこいい後ろも。なんかスーパーマンみたい。確かに、空飛んでくれそうですよね。確かに。すごいな、ドラッグレース全然。あ、本当だ。すごい。すごいっすね。面白いです。最近力を入れてるという話を聞いてます。アバルト。ああ、アバルトユーザー多いですからね。アバルトくんだ、かわいい。アバルト結構ユーザーが多いので。わあ、これいじりがいありそうですね、はい。あと面白いんですよね。ちっちゃくてコンパクトなんで、もうちょっとすぐ走れますし、曲がりますし。私も一回の YouTube の撮影で撮ったことあります。どうでした？いや、もうなんかやんちゃすぎました。あ、やんちゃすぎました。びっくり、本当に。今回注目で言うとやっぱり86か Z かっていうところですけど、もう86すごい人ですね。人気ですね、やっぱり、はい、みんなエンジン見てます。すごいです。スーパーチャージャーキットがついてる。あ、もうついたんですか、これ、はい、新型に。はい、新型についてるらしいです。個人的にはターボが好きですけどね、音が。あー、ターボもいいですね、はい、そうなんです、そうなんです。スーパーチャージャーとかターボとか分かんないですよね、はい、なんかベラベラなんかオタクが言ってんなみたいな。ちょっと気持ち悪いなって言われるじゃん。はい、まあまあ、でもなんとなく分かります。そういうも台本があったじゃないですか。やめてくださいよ。いじろうみたいな。トラストさんですね。トラストもすごいですよ、はい、確か千葉ですよね。はい、千葉ですね。そうなんですよ、トラストさんも結構あのなんて言うんでしょう、カラーが特徴で、なんて言うんでしょうね、あのトリコロールじゃないですけど、はいはい、色が黄色、緑、あれ青、ブライトブルーみたいな。で、濃い色でいいじゃないですか。そう、水色、はい、で濃い青っていう。そうですね、じゃあトラストさん、すごい、トラストさんもまあチューニングカーで、なんて車か知ってますね。あれは、ダメだ、RZ34、フェアレディ、フェアレディ。堂々としたカンニングないですよ。カンニングですね、ちょっと今度からちゃんと隠してもらってね。今のは大カットしてもらえれば大丈夫です。はい、フェアレディ Z です。こうやってもう車庫ベタベタですから。え、だってあの先見てくださいよ、刺されちゃいますよね。そうです、色いいですね、このちょっと落ち着いた感じの大人な色で。確かに純正の色じゃないですよね。これ見たことないですね、この色。でも全部塗ったんでしょうね、うん、すごい。これでだってデート迎え来てくれたらもうすぐ乗っちゃいますよ。言いましたね、言いましたね。じゃあ山中がマジで行きますよ。ベタベタにしてもう直感でちゃんと乗ってくださいよ。もうそう、誘わないけど、今ピュッて乗っちゃうって言ったんで、もう誘わないですけど、これがこう置いときますんで。なんで誘わないとかいう悲しいこと。ちゃんとモニタリングしときますよ、本当に。される可能性がまずあるんで。いや、それもそれで面白い。はい、それはそれで面白いけれども、あの、実はトラストさんから注目の一台があるということで。お、あ、そっち行ってみますか、はい、じゃあ。ぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご紹介したいのが、はい、ですね、トラストとして新しい試みとなるんですけど、こちら。見ていただけますか。我々も注目しておりました。今ちょうど喋ってました。今ちょうどですよね。すごいですよね。そうなんです。こちらですね、うちの、まあ、チューニングメーカーとしては新しい挑戦なんですけど、今ですね、まあ、流行りのスタンス系といいますか、そちらに、そちらに向けた商品、あの車を今回作ってみました。コラボで、はい、ですね、ムーテックさんというショップさんと、はいはい、今回1台作らさせていただいたんですけど、はいはいはい、まずですね、このフロントバンパーからリアフェンダーにかけて、はい、ついてるレアロがパンデムさん、はい、ああ、有名ですよね、パンデムさんね。オーバーフェンダーといえば、はい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 、パンデムさんの、フルエアロが装着されておりまして、で、今ペタペタな状態にしてるんですけど、はいはい、これエアサスなんですよ。おー、なのでナンバー付きでこのまま走行も、ね、うん、走る時にこう、はい、ヒュッて上げてもらって走り行けると。そうです。ちなみに藤木さんが今大絶賛されてて、はい、あ、本当ですか。はい、もうこの車あったらね、はいはい、なんか言ってましたよね。はい、これでデート迎えに来てくれたら、はい、マジっすか。課長かな。ライバルが山中さんの、ね、はい、たくさんライバルがもうね、いらっしゃいます。困ってましたね。これ結構だから女性受けもする、はい、なんか大人にしっくり決まってますよね、はい、そうですよね、はい、まあ、色ももともとはブラック一色だったんですけど、あ、色もそうですよね、純正色じゃないですもんね。すごい綺麗な、なんか濃い青なんですけど、ちょっと紫も入ってるのかな、はい、あ、じゃあちょっとぐるって見てみましょうか、はい、あ、どうぞ。すごいな。わあ、かっこいい、本当に。なんか新しい車なんですけど、ちょっとしたところにこう昔らしいやんちゃさを感じますよね。この形ちょっとやんちゃさを感じます。いいすね、はい、かりますよ、ね。あれ、トラストさんと千葉ですよね。はい、千葉です。あ、いいですね。なんか僕の担当じゃないですか。ダブルアレックス。ダブルアレックス。大好き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 多いな。そうですね。大好きなダブルアレックス。何でも語れますからね。語れば。
ップですよ。まあスバルのドライバーやってたんで、まあそうですね。いやいやいや。ここはですね、実はこれ見ていただいて分かると思うんですけど、売ってるんですよ。あ、本当だ。限定5台。1200万円。1200万円。これじゃあ相当、あ、でもパッと見確かに逆にこれでよく1200でできましたね。はい、抑えました。1500ぐらいかかりそうな内容です、パッと見た感じ。そうですね、車体だけ今車体もすごく上がってるんで。そうですよね。そこなんですよ。じゃあエンジンの中も全部やってあって、はい、やってます、全部やってます。あ、すごいですね。燃料ポンプ、インジェクター、これ本当にガチでやってますね、はい、中まで、はいはい、本気仕様ですね、本気のストリート仕様です。そうですね、割と本気な、ほぼほぼもう別の車と言っても過言ではないです、はい、ここまでやってたら、ね、あのエンジンかけた瞬間に、はい、普通の WX の WRX との違い分かると思います。あ、本当ですか。やっぱ排圧が全然違う、ね、すごいな、はい、440ですよ。はい、440馬力、440馬力でトルク58キロ、はい、すごいな。もうほぼ別物です。ノーマルとは。いやすごいですよ。 OS 技研、透明パワード、トラスト3社共同ってことはもう、ここがほぼほぼ完璧なチューニングカーですね。ありがとうございます。ここがミソで、今回初めて OS 技研、透明パワード、トラスト、この3社であんまり見ないですよね。その一緒にやろうぜみたいな感じであんまり見ないんで、はい、まあ、イメージとしては皆さん、あの透明と OS といったらライバルなんじゃないかなという感じかもしれないんですけど、実は同じグループ会社なんですよ。同じグループの参加なんです。なるほど。あ、分かった、はい、G ライオングループですね。その通りですG ライオングループの傘下のこのチューニングメーカー3社で共同で作り上げた1台がこの子です、ね、あ、すごいかっこいいですね、はい、そうですね、グレッティパフォーマンスエディション G440 という、うん、なるほど、これはパワーから来てるんですね、はい、グレッティの440馬力。うわー、すげー。限定5台、はいはい、っていうのもまた熱いっすね。ですね。もう予約とか入ってるんですか？ですね、先行公開で、YouTube に上げてたんですけど、もうそこから電話が結構殺到してて、はいはい、うちの会社に対して問い合わせ自体は結構来てますね。まずこれもう注目度めちゃくちゃ高いと思う。そうですね、まあ、Z についての見てほしい一台になりますね。なるほど、すごい。新井さんに見てほしかったんですよ。いや、ちょっと乗せてくださいよ、440馬力。俺440もある、はい、あの WRX 乗ったことないですよ。マジっすか。自分でいじってて380馬力なんで、はい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 、でもここまでエンジンの中までは自分やらないんですよ、はい、いつもそのライトチューンでどこまでできるかってところをやるんで、440はまたさらに向こう側の世界です、ねはい、そうですよね、はい、そうですよね。いやすごい、ありがとうございます。いやいや、とんでもないです。ありがとうございます。絶賛オーナー募集中なんで、今すぐ売れるんじゃないですか。はい、買うと思います。あ、はい、あ、ちょっと後で契約書持ってきます。後でよろしくお願いします。わかりました。名前も書いてくる、はい、いや本当ですか。名前もう書いてある。あとハンコだけ。ハンコだけで。あ、やばいです。4台になっちゃう。あと4台、はい、はい、ちょっと後で訂正しておきます。やっぱあれですね、スバル好きとしては555台出してます。やばいっすよ。やばいっすよ。うち仕事回んなくなっちゃう。集めるのが大変です。他できない、開発できないっすよ。開発できない。総出でやらないと。すごいな、ここまでやれるのはなかなかですね、はい、すいません、またよろしくお願いします。はい、大津さんも楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで三菱さんのブースにやってきました。はい、今回藤井さんに、はい、来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回注目のお車があるということでお伺いさせていただいたんですけれども、はい、ぜひ紹介していただけないでしょうか。はい、わかりました。今回我々三菱商社ブースではですね、新型の軽乗車デリカミニというですね、車を、本日初公開しております。初公開、なるほど。はい、はい、じゃあ、デリカミニ、はい、来ましたよ。どうですか。どうですか、パッと見たい。ちょっとパッと見、ちょっとカラーリングかわいい。そうですね、カラーも、このカラーはデリカミニに合わせてですね、新たに、新色なんですね。はい、ッシュグリーンですね、そういう新しい色になります。あ、なるほど。結構あるんですか、カラーリングの種類が。そうですね、今回まあ、モノトーンとツートーン合わせて合計12パターンの12パターン組み合わせ。かなり色も12パターンだと多いですよね。そうですね、やっぱ軽乗車こう色で選ばれる方も結構いらっしゃってですね。あ、なるほどなるほど、はい。確かに女性目線だと結構色も大事ですね。いや、わかります、わかります、すごいわかります。せっかくなんであれですね、藤木さんぐるっと回って見てもらって、ボディのシルエット、はいはい、なんか感想聞きたいですね。ぜひ、はいはい、じゃあちょっと藤木さんメインでお願いします。はい、どうぞ。あ、でもやっぱりコンパクトなだけあって、こうなんか丸みあって可愛いですね。可愛らしい感じですね。ポップで、ポップですね、はい、
D5 に比べるとかなりポップで誰が乗っても乗りやすいじゃないですけど、うん、女性とか本当に好きそうですよね。ね、こういう見た目からもみんななんか好きそうな感じはしますね。ただなんかそのデザイン的にやっぱりこういろいろ遊び心っていうかちょっとしたところになんかシンプルになりすぎないところも結構なんか可愛らしくていいなって思います。しっかり三菱らしさ、らしさも、はい、らしさ、らしさもあるあのデザインだなと思う。あ、自動じゃないですか。自動ですね。だけ助手席側はあの、はい、両手荷物つながった状態でもですね、はいはい、キックモーションでこう足を入れるだけで、そういう機能も便利。すごいですね。なんか今のなんか軽っていう概念がもうないですね。そうですね。なんか普通の乗用車のものすごいいい車っていうイメージなんですけど、軽、はいはい、だからこれでいいっていうのはなかなかやっぱり最近はなくてですね。なるほど。使い勝手の良さ、特にやっぱ家族で使われる車ですので、はいはい、そういったところはやっぱりあの十分意識してる。なるほどなるほど、うん、やっぱりスライドドアだとお子さんが乗ってガンってやるのもないですし、です、ね、安心ですもんね、はい、うん、なるほど。ちょっと乗ってみてもいいですか。どうぞどうぞ。なんかいいですね、部屋みたいな。そうですね、なんか上質な部屋みたいな印象があるんですよ。我々ね、まあ、こうオフロードの車とかいろいろこう言われるんですけど、やっぱり基本はやっぱ大切な家族や仲間と楽す、あの楽しい時間っていうのが基本のコンセプトなんですよ。はい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 、そういった意味ではこのデリカミニでもあの十分そういったことがやっぱりこう、ね、そういう時間を過ごせるようにいろいろ考えて、あのなるほど、こういったところやっぱり中の室内の空間っていうのは意識してますね。あとなんか乗った雰囲気、見た目は結構そのやっぱりあアクティブっぽい感じもあるんですけど、はいはいはい、中はすごいアットホームで、本当にこうファミリーでも乗れるような、ね、居心地感っていうのはすごくやっぱ大事にしてますね。ありますね、はい、あ素敵。結構高さもあるんですね。なんか乗ってこんだけ上が開くと、なんか開放感もあって圧迫感もないですよね、はいはい。藤木さん、これ次の車の候補ですね、はい、ぜひ。そうですね、もう候補に手が入っちゃうかもしれないです、はい、本当に。いや素晴らしい車でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次はですね、ワークスベルさんにやってきました。番組にもご出演いただいたワークスベルさんですね。はい、はい、というわけで今日はお、デモ車もあるじゃないですか、はい、デモカーフェアリーディゼット。ヒロキさん見てください、え、ステーリング変わってますよ。いや、かっこいいっすね。見てください、ワークスベルさんといえばやっぱり盗難防止とかでこう外れたりとかロックもかけることができて、あとかっこいいですよね。かっこいい、なんかレーシング車両みたいな、こう運転しないときは外して横に置いとける。ユーザーです、僕。僕も持ってますよ。数年前からずっと使ってます。いや、結構ユーザーも多いですし、やっぱその盗難防止にもなるんで、はいはい、かっこよさとそういう機能を兼ね備えてる、はい、メーカーさんの一つでもありますよね、はい、でなんか展示してあるんで見てみましょうか。ね、なんか、はい、いろいろ見やすいですよね、こっちの展示のが、はい、86BRZ とかいろいろな車種のラインナップ、 BMW、M3、M4 ありますし、ちょっと見ていきますか。そんなにいっぱいあるんだ。え、藤木さん、あんまりこういうのとかって見たことないですか。私あんまりないんですよ。あ、本当ですか。で、ついてる車両もあんまり見かけたことなくて、はいはいはい、すごい面白い。まあ自動車部的なオタクで言うとやっぱこういうの大好きです。こういうボタンがいっぱいついてる。ボタンついてるとみんな大好きで、ボタンがついてちょっとあのなんかゲームっぽい感じしますよね。コントローラーみたいな、はい、もうちゃんとしっかり作られてるので、これで確かになんか使いやすいとか、はいはい、この形がとかやっぱみんなこだわりあるんですか、それ。多分その形状で、多分いろいろ種類があると思うんですけど、はいはい、まあ、自分は個人的にやっぱドライバーなんでこういう方が好きですね。あ、こうちょっと丸くて、はい、ここにボタンがあってって感じですか。そうなんです。あえてこういうのを隠します。自分しかわからないみたいな。やだー、意地悪。やだ、意地悪。いや、意地悪いただきました。やだ、性格出ますね、はい、いやでもなんかそういうのかっこよくないですか。自分しか知らないし、自分しかエンジンかけられない車ってなんかかっこよくないですか。あ、なるほど。って言えばね、こう良さそうに、はい、物はいいよって。物はいいよ。ちょっとね、これで言いくるめられた感じしますけど、やだとか言われずに、自分しかかけられない車を作りましょう、はい、気持ち悪い。気持ち悪い。出ました、気持ち悪い。こういう風にこうできるタイプとかはかっこいいなって思っちゃいますよね。すごい。山中さんオタクなんで、やっぱこうハンドル外してイチャイチャしたりたいこうやって、はい、そうだ、オタク何を言ってるんですか。オタクハンドルですね、はい、やっぱ綺麗に外して、ね、レーシングカーっぽいのも好きなので、こういう風にやっぱり稼働しながらのタイプと、あとこう外取り外せるタイプっていうのが個人的には非常に好みですし、なるほど。これやると
乗り降りが しやすくなるんですよ。あ、降りる時とかね、確かに、はい、みんなあのレーシングカーとかでこうやってますもんね、はい、確かにそうです。いじってる人は皆さんシートも変えるじゃないですか、はい、そうすると乗り降りがしづらくなるんですよ。でハンドルがだいたい触っちゃって邪魔になるので、こういう風にできると乗り降りもしやすくなるし、はいはい、見た目もかっこよくなるしっていうところで、はい、もう車オタクにはもう皆さんつけていただきたい。よかった出会えて、はい、じゃあぜひあの、ね、藤木さんもこれを買ってもらって、はい、さっきのデリカにつけてもらえる、ね、さっきのね、はい、そうですね、もうここで気を揃うんじゃないですか。あ、そう、ここで全部揃いますね。ここで全部気を揃いますね。車も揃いますし、アフターパスも全部揃いますね、はい、あとで僕が注文書持ってくるんで、藤木さんの犯行だけで。いやいや、領収書は山中さんの方におかしいですね、大変なことになりますね。この流れでこういう感じで、はい、はい、というわけで続いてはブリットさんのブースにやってきました。よろしくお願いします。なんといつもお世話になってます、はい、高瀬社長にも来ていただいております、はい、よろしくお願いします。すいません、なんかすいません、よろしくお願いします、はい、今日は来ていただいてありがとうございます、はい、今回はなんか目玉商品があると。そうなんです、あの実はね、はい、8つぐらいこの紹介したいのあるんですけれども、はいはい、それぐらい2つぐらいちょっとですね、ビッグなやつがあって、それをちょっとご紹介しましょうね、はいはい、うん、でもまだなんかプレスの前だって伺ったんですけど、うん、まあ、ちょっとじゃあヘッドさん特別ルーツさん、ああ本当ですか、すいません、ありがとうございます。いいよね、これも何かねえんだよね、はい、すいません、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速行きましょう、はい、ちょっとここ開けるところがやっちゃう、はい、じゃあすいません、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃん、あーすごい、すごい、初音ミクのコラボモデル、コラボモデル、はい、もう今年ね初めてやるんだけど、はい、はいはい、限定39脚、39脚しか買えない、すぐ終わっちゃうんじゃないですか、終わっちゃう、多分すぐ終わっちゃう、はいはいはい、でこれ2022年のデザインなんですね、はい、で、あー、なるほど、2023年はこれからまだ発表されるので、はいはい、とりあえずちょっと、ね、年式が古いんだけど、はいはい、このデザインを出して、まあ、とりあえずあのお家使ってもらおうと。ああ、なるほど、まあ、これあのどちらかというと、あ、オフィスチェアなんですね、はい、あ、すごい、家で使ってもらう、ユーロスター、ユーロスターですね、おお、なるほど、ここにグッドスマイルレーシュー、はいはい、でブリッドはどこにも書いてない、あ、本当だ、そう、本当だ、でこれ、まあ、あの偉そうにこうやってやるわけですよ社長室のように、そうそうそう、でまあ、あのフローリングだったりキャスターをつけたり、ね、はいはい、まあ、そういうことで使っていただいたらいいかな、で、まあ、車にも使っていただくんですよね、はいはい、だけどできるだけ初音ミクにあの触れないように後ろから守られるように、はい、あ、それで後ろにこう滑ったりするとかわいそうですよね、だからそういうことで、ね、あの綺麗に使って、はい、まあ、後ろにね、でもすごい綺麗になんかデザインされてますよね、はい、後ろの、結構苦労したんです、そうですよね、めちゃくちゃ苦労した、え、これって革にあれですか、まあ、合成比較なんですけども、はいはいはい、それにプリントしてる、あ、はいはい、うん、プリントなんですね、そう、プリント、すごい、で革にプリントってあんまり見たことないですよね、そうそうそう、だから結構ねこういうデザイン的なこの縫製ラインがここ合うようにと結構細かいところで苦労するんだよね、はいはいはい、だからこういう展開を今後やれるんですよね、はいはいはい、だから有名なキャラクターがあったらこういうことができるんで、なるほど、うん、それの、まあ、アニメの関係、まあ、アニメっていうのかな、はいはいはい、初音ミクさん、それを、まあ、あの契約してるん で、 なるほど、うん、で一応やってみようってことで、うわすごい、まあ、これがあの、まあ、ちょっとサプライズ的なことですよね、すごいですね、なんか実際目で見てみるとどれだけ細かくこういうところの細かい表現までしっかりできてるので、そうそうそう、いやすごい技術ですねこれ、僕も自分で使いたいなと思って、あ、本当ですか、でも社長に言った必要ないんですか、あの00番すればね、あ、なるほどプロトタイプ、持っててほしい、ゼロからスタートすれば、そうですよね、40脚になっちゃったから、でも30代だね、でも売らないんでね、素晴らしいですね、ありがとうございます、そうそう、こんな貴重な、すみません、なんか見せちゃって、あ、いえいえ、皆さんありがとうございます、見なかったことにして、わかりました、ちょっとはい、続いてはウィンマックスさんのブースにやってきました、ね、ウィンマックスさんといえばブレーキパッドですよね、はい、ブレーキ関係ですよ全般的に、はい、大事ですよねブレーキも、はい、あとこのカラーっていうかカラーリングすごいかっこよくて、あ、本当、黒にまた赤ベースなんですけどものすごくかっこいいですよ、ね、はい、しかもこうマットなブラックだからかっこいいですね、入るんですよ、もうウィンマックスカラーというとやっぱこの黒赤ベースのブレーキの、ね、なんていうんでしょう、
イラストが書いてあって MK 柏山って言ってるのが、はい、またこれかっこいいですね。かっこいいですね、はい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 、一番かっこよく見えるカラーリング。そうなんです。今回ブースは歴史がちょっと見ていきますか。紹介されてるっていう、はいはい、ヒストリー。おお、1984年からなんですね。生まれる前ですよ。私89年生まれです。89年生まれ。あ、じゃあそれより前じゃないですか。先輩だ。先輩です。5歳先輩なんで、ちょっと敬語使ってください。すいません、よろしくお願いします。ブレーキもなかなかこう見ることないんで、はいはいはい、形とかも多分普通に、まあまあまあ、まあ、運転手は知らないと思うんですよね。なかなか。でもあれなんですよ、ウィンマックスさんってあのブレーキの効き方とかも全部カスタマイズとかしてくれて、もっと効きやすいやつがもうちょっとマイルドって、はいはい、そういう細かい要望にも応えてくれるので、いやすごいですよ。もうその人専用の。性能性が違う。そうですそうです。あの結局そのついてる魔剤っていうんですけど、はいはい、あれの配合を変えたりとか、要はレシピですよね。へー、面白いですね。あなたに合ったレシピを調合してくれて、はい、なるほど。すごいいろいろ対応してくれてるので。今回はもうキャリパーを新しく出展されているという話を聞いております。そうですよね。こんにちは。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャリパーの、説明を今回していただける渡辺さんなんですけど、渡辺さん、はい、よろしくお願いします。今回初出品ということで、はい、いろいろ伺っていけたらいいかなと思ってるんですけども、はいはい、まあ、今回このキャリパーを独自で出した経緯といいますか、どういう狙いがあってっていうのは、まあ、一応あのうちブレーキパッドは、はいはい、あの本当に古くからやってて自信があるんですけれども、はい、あのシステムを含めて、はい、まあ、キャリパーに問題があったりローターに問題があったりという時に、はい、解決できないケースがあったんで、はいはい、まあ、システムとして丸ごと開発する必要があると。あ、なるほど、はい。まあ、今から後発でやるとすごくお金がかかるんですけど、はいはい、今回はフル切削のもう全ての部品が本当に新規のオリジナルという形で。なるほどなるほど、はい、すごいですね。じゃあ早速ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、はい、もうすでになんかかなり大きいブレーキローターとキャリパーが用意されてますけど、めちゃくちゃ高いですね。400、400、はい、なるほど、はい、400自分使う機会がないんで全然こんなイメージがわからないですけど、すごいですね、はい、一応そちら側にある、はいはいはい、まあ、380から400倍サイズぐらいのキャリパーなんですけども、あ、なるほど、これと400倍のローターを組み合わせて、はいはいはい、まあ、GTR、ね、ああ、なるほど、はいはい、すごいですね。じゃあもうローター、パッド、キャリパーがもう一式全部あります。はい、すごいですね。でまた一応、はい、はい、まあ、流行りというか、はいはい、もう今モノブロックじゃないと、ああ、なるほど、ユーザーさんが受け入れてくれないところがあるんで、はい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 、まあ、モノブロックキャリパーになってます。なるほど、なんかもうパッと見た感じ、その熱対策もしっかりされてるような印象のこうキャリパーですけど、そうですね、すごいですね、ここまで削れるんですね、はい、モノブロックになると。うわ、まあ、ものすごくお金はかかってますけど、まあ、そうですよね、はい、大変です、ね、はい、すごい、ちゃんと切削してるところの写真とかもありますし、はい、全部そうですね、マシニングで加工です。マシニングで加工ですね、五軸のマシニング で一応今回はあの、レース用のパーツとか、はいはい、宇宙開発部門とかでも、はい、ものすごく実績のある、おあの埼玉の大臣さんっていう、あ、はい、加工屋さんで、はい、あの協力いただいてで加工してます、はい、すごいですね。これいくらぐらいするんですか。一応ちょっと言わないでおきますけど、はい、いや、パッと見た感じなんかもう、ね、労力とか開発費考えるともうすごいです、ね、そうですね。で最終的にはちょっとここから、少しずつコストダウンをしていって、はいはいはい、ユーザーの皆さんが買える価格に、はいはい、まあ、なんとか、はい、持っていこうと。いや、すごいです、ね。ちなみになんか商品化するこう、はい、タイミングとかってもうあったりするんですか。そうですね、一応、2023年の夏頃には、はい、まあ、パイロット販売をして、はい、翌年の、まあ、今頃です、ね、あにはあの一般のユーザーさんが普通に買える状態にしたいなと思って。あ、じゃあ結構早いこうスパンでバンバンバンと、はい、そうですね、なるほどなるほど。そうですね、もう売ってるかもしれないです、ここで。そう、はい、普通に、はい、したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いて NK さんのブースにやってきました。NK さんといえば、また歴史が深いメーカーさんですよね。はい、OEM でホイールも作ってますし、はいはい、もう本当にレーシングホイールから一般車両のホイールまで幅広くラインナップしてるのが、まあ、NK さんの特徴かなと。
というふうに思いますけど、はい、まあ、今回は、はい、あの GT300 で以前ね、お気になる一台がホッピーポルシェ、よく見ますもんね。見ます、ホッピーポルシェ。 いやね、いいですね。なんかこのちょっと汚れてる感じも、その走ってきたぜみたいな、はいはい、すごいすごいかっこいいですね、やっぱりね、はい、全然イメージが。でもひろきさん、やっぱり、はい、でも我々レーシングカーはなかなかこう乗らないじゃないですか。まあまあまあ、ぜひやっぱり市販されてるホイール見ましょうよ。ぜひ、じゃあぐるっと回っていってきましょうか。藤木さん、気になるデザインのホイールとかありますか。ああ、ホイールのデザインですか。ああ、なんか悩むな、こう来ると。悩みますね。どういう系がいいですか。シンプルなのがいいのか、それともこういうクラシック的なホイールがいいのか。私結構そのクラシック系好きなんですよ。ああ、はいはいはい。だからよくあのすごいミニに乗りたいってずっと言ってるんですけど、そういう感じが好きで、はいはい、でもどれが合うんだろうって組み合わせてみたら、どれが合いそうですか。個人的にクラシックミニだと、なんか逆にこういうちっちゃいホイールのシンプルなデザインが個人的には好きかなっていう形はありますけど、でもなんかなかなかこういうのも見ないからちょっと気になっちゃうんですよね、はいはい、なんか箱スカとかのイメージがあります俺個人的にもう旧車ですね。いや旧車の旧車でこれこういうのかっこいいのちょっと違っちゃいますね。じゃあ円形のプロフェッショナル、プロフェッショナル宮田さんがこう円形の素晴らしさを 150% までこう引き上げてくれる、モリモリでモリモリで、あのぜひ、ぶちゃぶりしましたね、またぜひ、はいはい、ね、そしたら一押し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 、これあ、これどこがどう、今回円形といえば、はい、じゃこの RPF ファンっていうのは多分見たことあると思う。ああ、見たことあります、見たことあります、はい、それを今回広く深りも、あー、なるほど、今までは これぐらいだったんですね。はいはいはい、これをさらに深くして、そう結構要望あったんですけど、はいはい、ようやく完成させたと思います。すごいですね。去年かなり年末話題になって、はいはいはい、Twitter とか SNS で、なるほど、それはもうこれが実物、これはぜひ収めておいてほしい。あ、本当ですか。え、これもう売って売ってます。あ、もう売ってるんですね。売ってます、発売開始できます。うわ、すごい、ぜひ。人気すぎてちょっとね、サイズによっては欠品もあるんだけど、はいはいはい、なるほど、なるほど、どんどん作っていきますんで。あ、本当ですか。ぜひお問い合わせいただければ。やっぱ円形さんっていうと、このスポークのデザインがやっぱ代表かなっていうイメージも。軽くてシンプルで、はいはいはい、軽くかっこいいと、うんうん、円形さんって言うと、本当昔からずっとレースで培ってきてるイメージもあるので、なんで、ね、今回車も GT300 の、はい、それがあっての GT 車両って、あ、なるほど、なんかこだわりを感じます。そうですね、そこはそうそうそう、その通り、ストーリーを持ってブースを作ってます。はいはいはい、はいはい、すごい、この円形さんの良さがもうにじみ170% 出ましたね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もう力尽きました。あ、力が、まだ初日で午前中なんです、ね、もう役目終わったぜひあのオートサロンに遊びに来られる方、ぜひ円形さんのブースで GT 車両とそこからフィードバックされているホイールをぜひご覧になってください。ぜひお待ちしてます、はいはいはい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いては小倉クラッツさんのブースにやってきました。はい、よしさん、はい、小倉クラッツさんのブース紹介をお任せしたいなと思うんですけど。そうですよ、なんて言ったって、はい、僕地元の群馬の企業ですから。そうですよね。おー、そうなんです、はい、なるほど。いや、もうクラッチって言ったら小倉クラッチっていうぐらい、そうです、もう、はい、ラリーを始めた時から大変お世話になっていて、いや本当にあのいろいろ今やられてますもんね。 S 隊から始まってラリーの活動も、ね、本当幅広くモータースポーツもやっていて、そのフィードバックからさらにいい商品が生まれてくるっていうような形 で、ね、はいはい、やっております、はい、じゃあすいません、小林さん、いろいろと、はい、なんか小倉クラッチってこういう企業ですよみたいな、あ、会社紹介ですかね。はい、紹介をお願いします。会社紹介、まあ、そうですね、小倉クラッチは、はい、まあ、今年創業84年を迎えまして、クラッチブレーキの総合メーカーです。でメインの柱としますのは、まあ、世界で走っている車のカーエアコン用クラッチ、だいたいシェアでいくと3分の1を持ってまして、まあ、国内外合わせて約20拠点の営業所、生産工場を持っている、クラッチブレーキの総合メーカーです。すごい大きいですよね。世界、タイとかにも工場ありますもんね。そうですね、もう世界各国にそういう生産拠点もあって、はい、本当に大きい企業です、ね、
はい、でちなみになんですけど、ちょっと後ろにチラチラ見えてるのが森園エディションって書いてあるんですけど、すごいこの GR カローラー気になってるんですけど、うん、これってあの限定車じゃないですか、小林さん。そう、あの限定車ですね。すごいですね、はい、まさかこう生でもうすでにこのオートサロンで見れるとは思ってなかったので、なんかこれを見に来るだけでも一見の価値あるじゃないですか、今回のオートサロン、ね、ぜひ小倉クラッチのブースで、で横には社長が戦ってる、そうですね、GR ヤリスも、まあ、競技車両兼、はいはい、開発のテストカーになってますね。すごいです。この車両はちなみにどちらのラリーに出られてる？これは、トヨタさんのガズレーシングの、はい、ラリーチャレンジですね。あ、ラリーチャレンジ、すごいですね、はい、うわー、カラーリングもまたマットブラックで、かっこいい、色も黄色と青が入っててかっこいいですよね。そうですね、すごい。じゃあここの要はモータースポーツ活動でいろいろフィードバックされたものが良い製品として実際に売れていくと、ね、はい、なるほどなるほど。ちなみになんかそのどういった形のクラッチが展示されているのかって紹介していただいても大丈夫ですか？軽くなら、あ、軽くなら、軽くなら、軽くなら、すみません、さっきから優しいにずっと言ってますから紹介していただけるので、どういったクラッチがまずあるのか紹介を、まあ、今回展示しているクラッチの中で、はい、あの会場での発表になっているのがこちら あの GR ヤリス用のメタルクラッチです。お、はい、これが新発売で今回、オートサロンで、発表と。あ、なるほどなるほど、はい、あの出来たてほやほやのクラッチです。すごいですね。結構その日本国内だけじゃなくて GR ヤリスってものすごい海外でも売れてるじゃないですか、はい、やっぱり結構お客さんでもクラッチないですかって海外イタリアとか多いんですよ、はいはい、GR ヤリスカップっていうのをイタリアやってるので、やっぱそれだけヤリスが売れてますし、その中でやっぱ競技として耐久性があっていいものってなると、やっぱメイドインジャパンで小倉クラッチさん出してないのってよく言われるんですけど、はい、じゃあ今回から発売になって展開されると、ね、はい、あ、楽しみですね、はい、はいはいはい、いろいろと聞いてしまって、すみません、小林さん、ありがとうございました。小倉クラッチの小林さんでした、はい、ありがとうございます。はい、というわけで日産ブースにやってきました。日産といえば、はい、もう今年はですね、暑いですよ。そうですよ、見てください、ドン GTR35GTR、はい、MI24 モデル、ね、新しいやつですよね、これね、さっき発表されたばっかり。なんて贅沢な、なんて贅沢 なんて贅沢な。私たちもステージ乗っちゃってますよ、はい、そうですね、今急遽乗せていただきました、西田さん、大変ありがとうございます。というわけで今日は、はい、こちらがですね GTR ニスモのスペシャルエディション、はいはい、スペシャルエディション、すごい、はい、あとあちらにあるのが T スペック、今回この2台が、展示をされていると、はいはい、いうことになっています。見ただけでスペシャル感分かりますもん、なんか分かりません、オーラ感じますもんね、もうここからカーボンみたいな、はい、すごい、外観からね、はい、見ていきたい、行きましょうか、じゃあ、はい、すごい、まず見てください、この、はい、まあ、大きく外観で変わったところといえばここの、まあ、デイライトの部分ですね、はい、ここにライト、ああ、そうですね、なんかすごい 最新の車っていう印象があります。あとここのバンパーのここのデザインのラインも変わって、はい、まあ、さっき聞いたらかなり空力を重視する、そうですよね、なんかエアロもだいぶ考えられてて空気を整流するような、はい、あのカーボンのなんて言うんでしょうね、デザインになってる、はい、あとはさらにカーボンの素材もかなり使うようにして軽量化っていうところもかなり重視して作った、え、じゃあドライカーボンってことですか、これドライでなんですかね、どうなんでしょう、でも軽量化と合成をって言ってたら多分ドライカーボンですよね、はい、うん、すごいですね、すごい、あ、至る所にカーボンですからね、なんかここまで見ないですよね、いや見ないです見ないです、なんかスペシャル感はすごい伝わってきます、スペシャル感しかないです、そうなんですよ、ドライカーボンってこう網目がすごい綺麗じゃないですか、これ出すのすごい難しいですよね、だからそういう技術も含めて、はいはい、多分すごいこだわってるんだろうなっていう形はしますよね、なんかサイドステップもドライカーボンですし、すごいこだわりが詰まってますね、はい、本当に見てくださいよ、車内も見てください、あのなんかレーシング車両ですね、あんなドライ、あれドライカーボンですね、完全に本当だ、はい、あれはドライカーボン、なんかツヤで分かりますよね、もう分かります、ダッシュボードもやっぱり普通の車と全然違うじゃないですか、確かに防塵で反射すると運転しづらいですもんね、運転しづらいですからね、うわ本当だ、超高級車じゃないですか、丁寧にずっとこう張ってってるじゃないですか、はいはいはい、だってハンドルまでもうそのままですよ、開けていい、同じ素材で、ひろきさん開けていいそうです、いや俺触れないんで、助手席から開けます、助手席から、はい、
藤木さん、どうぞ。女性、そう、せっかくなんで。あ、僕が開けますね。あ、じゃあ私が。いや、僕が開けます。なんで争ってんですか、そこで。どうぞ、お姉さん。こちら。なるほど。ありがとうございます。新型車両になります。やったー。失礼します。いや、シートもすごいですね。なんか後ろドライカーボンになってるじゃないですか。後ろもそうなんです。このシートドライカーボンですよ。ちょっと待って、すごい。乗り心地はどうですか、座り心地は。すごい、もうフィット感がすごい、なんかセレブな感じになっちゃいますね。どうします、私まで綺麗になった気がしますとか言っちゃっても、もともとお綺麗でございます。いや、すごい高級感が、いや、はい、ああ、じゃあちょっと運転席俺乗ってみようかな。はい、じゃあ運転席にひろきさん行きましょうか。すごいっすね。あの、今運転手ご用意しましたので。あ、ありがとうございます。はい、今新井という運転手がですね、はい、そちらに。新井、うわ、新井さん、すいません、はじめまして、新井と申します。よろしくお願いいたします。運転してくれるの？私のドライバーになってくれるの？はい、専属ドライバー、あの、タクシードライバーで。いや、すごいっすね、でも。贅沢。うわ、これすごいですね。至る所にこの GTR のオーナメントが入ってて、これもまたこだわってるなっていう。かっこいいですよね。GTR ニスモって書いてあって。すごい。すごいですね。なんか足つくのさえもちょっともったいないぐらいの。もうペダルもう触れないですもん、ペダル。怖くて。そうね、そんな感じ、なんか触れられないぐらいの。すごいですね。ひろきさん、このシートのホールド感とかそういったのはどうですか。いや、なんかね、ものすごい剛性感あって、座っててなんか隙間がないっていうか、しっかり体に合ったシートポジションで、ものすごい運転しやすそうだなって感じがしますよ。うわ、すごいっすよ、スウェードを使ってて。すごいしか出てこないですよね。もう語彙力ゼロですよね。もう雰囲気も含めてですけど、キースペックを、キースペック行ってみましょう。行きたいと思います。こっちもかっこいいですね。かっこいいですね。まあ、同じくバンパーのデザインが変わっていて、はい、こっちもデイライトついてますよね。本当だ、はい、すごいですね。すごい、へえ。またデザインがね、全然違くて面白いですね。そうですね。いや、これすごいな。見ていきましょうか。さっき後ろ見れなかったんで、はい、はいはいはい、そう、後ろ姿がぐるっと。てかブレーキでかいですね、ブレーキ半端なく大きいですね。すごい、なんか 34GTR でもここまで大きくなかったですよ。まあ、そもそも車重が違うんであれですけど。見てください、ウィングのデザインがだいぶシュッとしましたね。あ、ニュルと違いますね。はい、まあ、さらにもともと以前出されていた T スペックともちょっとデザインが違って、なるほど、より角張ったデザインに、はいはいはい、よりなんかラインがはっきりする形になりましたよね。へえ、あとマフラーだ。マフラーもすごい大きいですね。大きいですね。純正でもこんな感じなんですね、はい、これチタンですよね、ひろきさん。これ俺もうね、全然ね、もう多すぎて追い切れてない。あ、追い切れてない。もういろいろ注目ポイントが多すぎて全然追い切れてないんですけど。下回りどうなんでしょう。ね。まあ、オタクですよ。見てくださいよ。見方がオタクなんですよ。うわ、見方がオタク。後ろ見て、後ろ、後ろ、これ。何？え？カーボンですよ。ここまで。すごいな。ここまでカーボンですよ、これ。いや、空力めっちゃ考えられてるじゃないですか、これ。ちょっと誰か鏡用意してください。そうですよ。これ明かりがないとカメラでも映んないんじゃないかなと思いますけど、はい、裏までカーボンを使ってる相当な気合いの入り方ですよ。さすが日産って感じです。はい、技術の日産ですからね。そうですね。やっちゃい日産ですね。やっちゃい日産。確かに、はい、やりすぎだぜ。やりすぎですよ。こんだけやられると他勝てないぜみたいな。いやー、綺麗、美しいなー、ラインが。もう GTR ブランドってもう本当昔からあって、それをもうちゃんとブランドイメージとしてしっかり、うん。スーパーカーの一つですよね、もう日本が誇る。そうですね。せっかくなんでまた乗ってみますか。やっぱりさっきとね、シートとかちょっと違うじゃないですか。なんかこっちの方がどちらかっていうとラグジュアリー感があるような、フォーボートな感じがしますね。はい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 、すごい。でもシートが、いや、なんかすごい、見てください、このシート。まずいいですね、なんか、ね、ラグジュアリーすぎません？贅沢すぎません？寝るとはまた違った、もうちょっとこうコンフォートに乗れて、なおかつ、はい、失礼して、よいしょ。すごいな、これ。すごい綺麗ですよ。あ、でもこの普通の純正シートはすごいこうふかふか感が、お嬢って感じですね、これね。かなり可愛い。お嬢ですね、似合います。お嬢様、今日はどちらへ、はい、今日はどこに行こうかしら。六本木でみたいな感じですあ、そっちですか。そっち、そっちじゃない、そっちじゃない。どこかにドライブとか、あ、行かない行かない、ちょっと買い物みたいな、ちょっと表参道とか。あ、でもハンドルがこう革になってて、こっちは。そうですね、革になってます。そうですね。すごい、素材がまた違いますね。はい、すごいですね。うわ、あ、田村さん。田村さん。こんにちは。伝説の田村さん、よろしくお願いします。乗っている間に座ってるのは申し訳ないでしょう。いい、はい。
もうめちゃくちゃすいません、よろしくお願いします。すごい、あのただ、はい、このモデルは、はい、正直前の22のキャリーオーバー、あそうなんですね、内装は全く同じです、はいはい、へ、変えたのはむしろ外側のバンパーと後ろ側のバンパー、はい、そしてあウィング、リアのウィング、はいはい、あやっぱりね、でそれに伴って私も靴を新調した。そうですよね、色がなんか靴がわあ本当同じだなと思って、これはネグノリさん、ネグノリさん、そうね、すごいですね、なんか GTR コラボモデルをやられるのかもしれませんけど、おや言いたかったのはこの色ミレニアムジェイドって言うんですけれど、はい、2002年に、はい、当社の R34 型 GTR で一度塗った色なんです、ね、はい、ありましたね、でその時と色の質というか、まあ、はい、というかマテリアル材料が変わって、はいはい、今の現代の法律に基づいた塗装に変えなきゃいけないんですね。あ、そうなんですね。そうです、やっぱり科学的にいろいろ昔のものはもう今は作れないというか売っちゃいけないので、はいはいはい、今の水溶性に変えるとか、まあ、いろんなことをやりながら現代の色にしましたっていうのがこれです。いや、なんかそれも GT 昔から GTR 知ってる人からするとすごい嬉しい。まあそうですね、34のオマージュという言い方もあるし、はいはい、実は後でちゃんと見てほしいんですけど、はいはい、なんかキャプション差し絵入れてほしいんですけど、はい、顔がどことなく34っぽいはずなんですよね。つまり34のこうグッというこう大きな口を開けて真ん中にバンパーを通すというやり方は、はいはい、まあ、あの当時のそのモチーフをそのまま使ったと、はいはい、まあ、いわばレトロモダン、まあ、レトロっていうにはまだ20年前ちょっとですから、はい、そんなに、はいはい、例えば Z の時みたいに50年前のモチーフを使いましたっていうのとはちょっと違いますけどね。なるほど、まあ、そういう意味ではこの T スペックが完全にまあその時のイメージをオマージュさせた23を、あごめんなさい、20何年前の R34 型のニュルを2022年モデルヤーとして一昨年出して、でそれをもう一回お客様の強い要望で、はいはいはい、実は120台の抽選に2800人ぐらい応募があったんですよ、はい、で前回その強い応募の声をいただいて、はいはい、わこれは何とかして続けないとあかんなということで頑張ったと。だから一番最初にやったのは側ではなくって、はいはい、音を消そうと、法律に合わせた音にするために前の22モデルイヤーではもう売れない音だったんです、はい、あ、そうだったんですね、それ以上売っちゃいけない音だったんで、はい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 、じゃあまあ音を消す、でもしかも消すときにただ消して馬力が下がってしまっては嫌だなと、うわそこ技術者のなんかこだわりを感じます、ね、前のモデルの方がいいじゃんってなっちゃうから、はい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 、馬力は1馬力も落とさずにちゃんとほうきを通る音にしようって言ったのはこれなんで、これができたという話です。すごいですね。なんか技術の日産たるゆえんがなんか今分かった気がします。それね、はい、超ひょうたんからここまで、はい、ジェット機、ジェットエンジンって、はいはい、運搬馬力ってものすごいエネルギーでしょ、まあまあすね、はい、あれってまあうるさいけど絶対値は、でもあれってほら空港で聞こえる人間がギリギリなんとかできるコントロールできる音になっていて、ガラスとか割れないでしょ、はいはい、そうですよね、あれ普通にやってるとガラスが割れちゃう、吹き飛ぶほどのものすごいデシベルエネルギーになるんだけど、はい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 、ちょっと待って、ジェット機のエンジンをうまいこと技術を盗むと、はい、まあ、盗むといけないなとか、アイデアを真似するとはい、はい、自動車なんてたかだか600馬力ぐらいがマックスで、1000馬力にもならない車は、はいはい、なんとか下げられるんじゃないかと思ってやった流れを見たらできちゃった、できちゃった、うん、そんな簡単なものすごいノリ、簡単なかったけどジェットブレードの形状を真似して、はい、排気の流れとかそういうものをジェット機のその中に使ってある構造と同じにしたというのが流れです、はいはいはい、そうだったんですね、すみません、へえすごい、すごい考え方、でも何万馬力ってまたなんかすごい途方もない馬力に聞こえるんですけど、まあそれはジェット機がそうだったから、はい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 、そのコントロールでうまく、例えば車だとその中周波っていうか、まあ、こういうところのピークのデシベルに対して、はい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 、高周波側と低周波側にまだ余裕があって、はいはい、この山をこっちに持ってくれば、はいはい、なるほど、まだそんなトランクが潰れちゃうほど大きなマフラー入れなくてもいいよねってなった、はいはいはい、あるいは馬力が落ちなくても済むよねってことになった、はいはいはい、まあ、そういう意味での工夫があって、そういったとこからひょうたんからコマみたいなアイディアでまだできたので、はいはい、あ音ができたんだから、じゃあやっぱり外装でもうちょっとダウンフォースを
よくしようよとか言って変えたのがこの車です。はい、内装はまあちょっと申し訳ないけど、まあ、そのまま22モデルを使わせてもらうっていうのがこの T スペックです。いやでもいや素敵でした。でもすごいですね、トータルで本当に。あとはあっちのまあ、はい、ニスモなんですけれど、ニスモは、はい、同じく大きなパワー600馬力あったものを、はいはい、さっきの法律みたいに下げなきゃいけないのは確かなんですけど、はい、もう一つはタイムアタックしているときに、はいはいはい、例えばニュルブルックリンクっていうサーキットでタイムアタックしているときに、はい、後付けのオプションでフロントにメカニカル LSD を入れてたんですね。お、はいはい、だけどそれは工場が出荷しているときについてたんじゃなくって後からエンジンを下ろして、下ろして、あ、 LSD 入れるのエンジン下ろすんですね。そうなんですね。フロントはエンジンの下にこうやって抱えてるので、はい、はいはい、そのたかだか変な言い方ですけどデフの交換のためにエンジン下ろさなきゃいけない。そうですね、それだけでもすごい構図になっちゃいますもんね。でもう一つ問題なのはフロントってソーダリン、まあ、ハンドル側ですから、はいはい、やっぱりちょっとピーキーなものを入れると動きがカッカッて動く癖があって、あ、ね、はいはい、これだとちょっとやっぱお客様に今渡すにはっていうことで、はいはい、何年も前から頑張ってたんですけどうまくいかなかったんで、それがようやっと今できたと。で、できたんでそれに合わせて四駆の配分とかそういう指示、まあ、なんとか、まあ、なんとか電子制御の部分も変えて、はいはい、あ、そしたらコーナリング速度が上がって例えば筑波の最終コーナーももっと踏めるかなとか、あ、ミュールでうまく走れるかなと、はいはいはい、でそういう G が横 G が上がってきたんで今度はじゃあシートも変えようってことシートがすごいなと思いました。シート、まあ、前からフルカーボンで、背もたれバックは作ってたんですけど、はいはい、もっと軽くできるしもっと、まあ、剛性を上げようということで、なるほど、重量を増やさずに剛性値を上げると、はいはい、だからそういう意味ではかなり横 G が増えていく分だけこう耐えられると。そうですよね、まあ、強くこういう意味では体をサポートしてくれるっていう状態になってるんで、まあ、それがトータルパッケージとしてニスモの、はいはいはい、まあ、言ってみれば外側だけじゃない部分、はい、まあ、そういった部分を、まあ、今回この車と、まあ、この車で表現できたのかなっていうふうに思ってます。すごいですよね、デフの、まあ、自分もドライバーやってるんでデフのセットって本当難しくないですか。難しいと思います。言ってしまえばその人それぞれでセットアップって正直運転の仕方であるので、うんうんうん、それを、まあ、いろいろな人が対応できるように落とし込むって、その通りです。すごい難しいですよね、まあ、万人受けとまでは言いませんけども、はいはいはい、結構いろいろ踏み込むようなプロのドライバーの方も、はいはい、割とビギナーの方で、まあ、ビギナーの方にありがちなのがやっぱり踏み込んだ時にパッと動き出しちゃってドーンと動く時に、はいはい、もう嫌味がどうしてもメカ LSD にあるんで、はい、そういうものもうまくこういなしながら、なるほど、まあ、プロのドライバーでも、あ、今までこう逃げていっちゃったフロントが踏み込めて、あるいはターンインする時にノーズ入るよねっていう風に、はいはいはい、まあ、まとめたのが今回の動きなんです。すごいっすね。そういう意味では諦めないでずっと、まあ、GTR 作り続ける、開発し続けるっていうのは我々の使命だし、はいはいはい、まあ、お客様が何よりもそこを求めてくれてるので、はいはい、まあ、頑張れたのかなというふうに思って。うわ、すごい、なんかもうずっと聞いてられますもん。なんかいや、そうですよね。いやいや、もうずっとこれで一本できますね。番組にもう一回出ていただきたい。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。